アルシオーネは、富士重工業が過去に製造していた二度アクーペタイプの小型及び普通乗用車である。名称は、プレアデス星団で最も明るい構成のアルキオーネから、さらに星名は、ギリシア神話に登場するプレアデスの一人、アルキオーネから取られている。キャッチコピーは、4WD アバンギャルド、大人アバンギャルド。スバルの創業から現在に至るまで、 リトラクタブルヘッドライトが搭載された唯一の車種である。1985年6月8日、アルシオーネシリーズ発売。日本国内発売に先立つ1985年1月に、すでにスバル XT クーペとして、デトロイト賞で初披露され、富士重工業としては、初の海外先行発売車種となった。デトロイト賞デビューに際して、 各国のモータージャーナリストを招いた大々的な市場界やハリウッド映画へ登場をさせるなど、XT クーペのアメリカ市場における富士中工業の期待の大きさを伺わせた。入念な事前プロモーションの結果、アメリカ市場では発売直後こそ非常に好調な販売で推移したが、1985年9月のプラザ合意以降の急激な円高のために商品力が低下。 急遽、既存の EA 型水平対向4気筒エンジン2に2気筒を追加して6気筒、排気量 2.7L の XT6 が企画され、1987年販売に移された。日本で市場では極端なくさび型のエクステリアが奇抜すぎと捉えられ、さらにエンジン、足回りが三代メレオーネとほぼ同じでフラッグシップのイメージが薄く、そして価格も 高めだったことから他社の大型スポーツクーペに歯が立たず発表当初から深刻な売り上げ不振だった。欧州市場と甲州市場ではボルテックスの名で販売された。しかし、廉価でスタイリッシュなクーペから先進的な高級パーソナルクーペへの突然の趣旨替えが受け入れられたとは言い難く、期待されたアメリカ市場での販売を回復することはできなかったため、 コンポーネントから専用設計とした SVX に再起をかけることになった。メカニズムでは従来の油圧タバンクラッチに専用コントロールユニットによるパルス制御を取り入れることにより前後駆動トルク配分を自動制御するアクトマイナス4オートマチックトランスミッションの4速化電動モーターアシストによる車速感応式パワーステアリングサイブレッド ABS のライン装着など非常に意欲的なアクティブセーフティに対する姿勢は現在でも一部に高い評価がある。1985年6月の発売時には VR ターボ、VS ターボの2グレードで VR ターボのみ3速 AT と5速 MT の選択が可能だった。新車解説書に3代メレオーネの2ドアバントの名機がある。 1986年3月に VS ターボの3速、AT を追加。1987年7月に 2.7VX を追加。また、VR ターボは VR に、VS ターボは VS に、故障が変更され、AT が3速から4速になり、4WD の AT 車のトランスファー MPT から、アクトマイナス4になった。1989年2月、BC。 BF 型レガシー登場に際して 2.7VX にブラックマイカを追加。他、レッドマイカ、ミディアムグレー、セラミックホワイトなど、ボディカラーを変更し BC、BF 型レガシーと共用化。全車受注生産に移行。1991年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1991年9月、 後継者のアルシオネ SVX と入れ替わる形で販売終了。生産台数は88,918台、リトラクタブルヘッドライトを採用した特徴的なウェッジシェイプのスタイリングで、カタログにはエアクラフトテクノロジーの血統と日本車で初めて CDG コール0.30の壁を突破、CDG コール0.29を達成し、CD、 A イコール0.53 CLF イコール0.10 CLR イコール0という空力性能の理想の徹底追求が大きく歌われており、などが列挙されている。自動車工学では、車両の空気抵抗の低減は燃費、高速安定性など自動車の性能向上に有効であることは分かっていたが、市販乗用車であるシオネほど空力性能を訴求した例はなく、それが どれほどの効果があったのかはともかく、今なお、斬新なボディスタイリングとともに、現在もアルシオーネを特徴づけているポイントである。アルシオーネ登場以降、日本の自動車メーカー各社のカタログにも空力についての記述が見られるようになり、その影響は、決して小さくなかったと言えるだろう。一方、2 4 6 5ト、mm、ルという、ホイールベースは三代目レオーネと全く同じで、 全長全幅全高イコール 4450-1690-1335mm という寸法は1982年登場の2代目ホンダプレリュードの全長全幅全高イコール4 2 9二5 6 9 0 1 2 9 5 m m を搭載低くスランとしたフロントノーズのために補給類配置が見直されている VR タボエ T 社には 急加速時、急制動時、雨転時に、アクセル、ブレーキ、ワイパーと連動して、自動的にオードに切り替わる、オートマイナス 4WD システムが搭載されていた。これは当時パーツサプライヤーの供給する ABS の、作動精度が現在に比べ著しく甘く、そもそも前後のドライブトレインを連結した、オードなら、加速、制動時のホイールスピンやロックを防ぐために、 効果的であることから考えられたシステムで、現在のオードの高度な駆動力制御の先鞭をつけたものと言える。VR ターボの5速 MT 車は、副変速機、デュアルレンジを装備しない、当時の富士重工業のオードラインナップの中でも、最もシンプルなシステムが与えられた。VS ターボは、国内向け3代メレオネには、FFEA82 型ターボの設定がなかったため、 当時の富士重工業のラインナップの中でも異色の存在だった。1987年7月のマイナーチェンジで追加された 2.7VX には既存の EA-82 型エンジンに2気筒を追加した水平対向6気筒 OHC-ER27 エンジンが搭載された。ボア及びストロークは EA-82 と共通であるが、このエンジンが ルシオ5年以外に搭載されることはなく、事実上、専用設計となっている。最高出力、150PS、5200rpm、最大トルク、21.5kg フォース M、4000rpm を発生した。2.7VX 及び VR には、MPT の油圧を、パルス制御することによって、前後の駆動力配分を自動的かつ連続的に、 変化させる電子制御アクティブトルクスプリット 4WD を搭載。これは 2WD に比べ駆動力に優れるオード、本来の特性に前後の駆動力を変化させることで自動車の操縦性まで変化させることを可能にした画期的な駆動力制御で現在の VTD オードにつながる富士重工業のオード、システムの中核に位置する技術である。また点七 v x VR の AT には、それまでの3足に代わり、4足の E-4AT が与えられた。6気筒、4気筒シリーズともにトランスミッションギア比は、共通である。また、このマイナーチェンジで、VR の5足 MT 車は、それまでのパートタイムオードから、レオーネ RX2 と同じバキュームサーボ式、デフロック機能を備えた、優勢歯車センターデフ付けのフルタイムオードに、 改められた。2.7VX 専用の水平対向6、気筒エンジン ER27 は、1985年10月第26回東京モーターショーに参考出品された r オーネベースのコンセプトカー、AX2 で公開されている。AX2 は走行可能なコンセプトカーで、走行シーンも公開されたが、この時点では、 同時に参考出品されていた、レオネ・サンド・ア・クーペ、フルタイム 4WD と共通のバキュームサーボ式のデフロックを備えた傘歯車式、センターデフマニュアルトランスミッションとの組み合わせで、ブリスター・フェンダーによって3ナンバーに拡幅された、全幅や、紹介らしい数々のギミックは明らかに商品化を前提にしたものではなかった。しかし、1985年9月の、 プラザ合意以降の急激な円高は、それまで廉価を売り物に、アメリカ市場でのシェアを拡大してきた日本社に、のきなみアメリカへの向上進出による、アメリカ社会との共存と付加価値の高い高級化への路線転換を迫った。当時、レオーネとアルジオーネ、収益率の悪いジャスティしか持ち駒のなかった。 富士重工業にとって主要マーケットアメリカでの深刻な販売不振の打開策として急遽 ER27 エンジンの市場投入は決定した。しかし商品化に2年もの時間を必要とした上、レオーネの狭いエンジンルームには搭載することは不可能で、この後1980年代後半にかけての富士重工業の混迷ぶりを象徴するような商品化となったのは 皮肉な話である。シャシーサスペンションともに、基本的には、レオーネ 1.8LGT ターボと共通だが、2.7VX、VR ターボが EPS と呼ばれる、オートセルフレベリング付きエアサスペンションを装備するのに、対し、VS ターボは、コイルスプリングサスペンションとなる。EPS は、ハイトコントロール機構付きで、標準車高の 165mm と、 廃車ミ 195mm の2段階で任意の車高を選択可能で廃車高で時速 80km に達すると自動的にノーマル車高へ復帰さらに時速 50km 以下になると自動的に廃車高に戻る機能を備えていた。また 2.7VX には富士重工業としては初となる4センサー対角セレクトロー方式を採用した。 当時としては、非常に高度な ABS 制御と、オードの前後駆動トルク配分制御、アクトマイナス4、さらに電動パワーステアリング、サイブレットとの統合制御を行うという、積極的なアクティブセーフティの一歩進んだ形を提案。このシステムは、各方面から絶賛を浴び、その後の世界の自動車メーカーのアクティブセーフティの考え方に与えた影響は、極めて大きい。 サスペンションがレオーネと共用だったこと、下級モデルと上級モデルの排気量の差が大きいことが災いし、さらに車体の地上高が不自然に高く、不格好であると評価を受けた。アルシオーネのカタログ、リクルート株式会社、2019年12月31日閲覧、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車12ページより、1987年6月、 富士重工業発行、アルシオーネカタログの油圧回路2000分の1秒単位で、コンピューターにプログラムされたパルス信号を送り、それにより、油圧を加減をし、トルク伝達量を制御する。油圧を所定以上に高めれば直結オードの状態になり、最大のトルクが得られる。AT のライン油圧から、前後のトルク配分を決定していた、従来の MPT-4WD と比べ、レスポンスとスリップ量のコントロール性に優れる1986年4月に、レオーネサンドアクーペア RX2 として発売された。ただし、富士重工業の社内では、レオーネの車体に水平対向6気筒エンジンを搭載した試作車が1980年前後から製作され、実験、研究は続けられていたという2003年11月1日。 発行。また、レオーネ、レガシーのモデルチェンジに際して、たびたび水平対向6気筒搭載者の存在が噂された。対角にある前後輪を制御単位にして、ミュウが低いホイールを基準に、ブレーキ制御を行う。ありがとうございます。